ごめん。昨日返信できんかった。マジュアルス。寂しかったよね。ごめん。何してたの？仕事忙しすぎて。仕事？一日中。一日中。いつ言おうか迷ってたけど、もう全部バレてるよ。何が？バレてる。証拠取っておけばよかったけど、LINE の履歴見たから。後で電話させて。いいよもう。どうせ仕事も嘘で、その女と会ってたんでしょ。知ってるよ。わかった。それなら行く。今から行くから待ってて、お願い。話すことないですけど。家着いたら連絡する。着いたよ。そして話し合いが始まること30分。おめでとう。ごめんなさい。お前ごめんなさい。お前ごめんなさい。ごめんなさい。無理。ごめんなさい。それからさらに30分後。どっか出てけや、お前。はい、どっか行けや。調子のね、カスが。連絡取ったことです。許してください。キモい。ほんまにごめんなさい。と、なかなか帰ってくれないので、強制的に退出させました。ごめんね、まだ俺泣いてる。で、なんで泣いてんの？泣きたいのこっちなんだけど。こんなどうしようもない俺が許せない。ちゃんと更生するから別れたくないよ。キモい。ガチでキモい。まだ泣いてる。だから何？って、浮気してそれがバレて泣いてるとか、自業自得でしょ。キモいんだけど。もう一回会えないかな。は？意味がない。今日一日中ずっと泣いてる。それもキモい。泣いてる泣いてるうるさいしね。どうしたら許してくれますか？何しても許さないから、それより私の私物、いつ届けてくれるの？そっちの話をしたいんだけど早く。送らないよ、まだ別れてない。だるいもん、早く返して、送って早く。嫌だ、送らない、別れない、結婚するから。もういいや、捨てといて。本当にもう終わりなの、嫌だよ、また泣く、生きていけない。生きる価値ないよ。会いたい。裸でここまで走ってくるなら、会ってあげてもいいよ。本当に。怖い怖い。本当にじゃないわ。会う気ないって意味だから。もういい。私の荷物は捨てといてね。連絡先消すね。